と年間チャンピオンモデルの子、おー年間チャンピオンモデルか、そんなの、お開いた、ゲームショット出るのかな、年間チャンピオン、えマジで俺が押したから、え向こうから押してきましたよ、ゲーマジかマジかごめんヒーボー、ちょっと待ってて、えまだじゃあ2レグ目があるパターンですねこれ、ありゃしかも今日はあんま入んないからちょっと時間かかる時間かかっちゃう、ごめんなさい、入りました3レッグなんですね、じゃあこれ一回出た方がいいですね、これ終わったと、水木桃咲、桃ちゃんお疲れ様です、ハードダーツの家での練習方法もトリプル2のカウントアップでも大丈夫ですか、家でのハードダーツの練習方法で他に、あー俺結構家でのハードダーツだったらブルのインブル入れたら終わるとか、なんかいろいろやってるけどね、いや20取りだけじゃダメだと思うけどな、ダブルダブルの練習もしたかな、1から20までとか、あといい練習方法があるよ、スティールのいい練習方法、あの向こうの人たちが結構やる練習方法があって、それは121点から1点ずつ増やしていって上がっていくっていう3ラウンドね、3ラウンドでだから121点を3ラウンド以内、まあ、何本でもいいから上がったら、うわーちょっとドキドキした、ちょっとドキドキした、それをだから3ラウンドで上がれなかったらもうすぐもう1回121に戻る、だから121 1ラウンド目投げて105になったら105投げて、次40になったら3ラウンド目40投げて、上がれんかったら121、まあまあ見せてね、見せて説明するわ、ちょっと口で説明しづらい、いい練習方法があります、わあ今度は打った、ヒーボーのために。